こう本当に先ほども申しましたけど、こうふわっとですね、こう包み込まれるような心地いい感覚なんですよ、カーフベルト巻かれる瞬間って。こんにちは、ミライクリニックの石田です。今日はですね、皆様に加圧トレーニングについて少しご説明させていただきたいと思います。皆さん普段何か運動はされていらっしゃいますでしょうか。ミライクリニックではもう15年ぐらいですね、この加圧トレーニングを患者様の健康づくりのためにご提供させていただいておるんですが、まあ、なんでこのクリニック病院内で加圧トレーニングをやっているのかってですね、よく皆様にご質問いただきますので、加圧トレーニングなんで病院でやってるんですよ、メリットっていうのをですね、少しずつ解説させていただこうかなと思います。まず、まあ、加圧トレーニングって結構10年ぐらい前ですかね、一時期ブームになったことがあったと思うんですけど、まあ、加圧トレーニングのイメージって皆さんいかがですか。私が、まあ、周りの友人だとか初めて加圧トレーニングをされる患者様によく言われるのが、加圧トレーニングってこの専用のベルトでこうギューって縛るんでしょっていうふうによく聞かれます。まあ、よくイメージ的には採血をするときにこうギュって縛るじゃないですか。まあ、あれをもっと強くギューってやって血液の流れを止めるんでしょっていうふうに、質問されることが多いんですよね。で、これ実際どうなのかっていうと、これ実はそんなことありません。加圧トレーニングってこのベルトは空圧式って言って空気を入れて、まあ、中にこの風船みたいなのが入ってるんですけど、その風船の柔らかい圧で血液の流れを適切な状態にコントロールするっていうものなんですが、じゃあこのベルトはどのぐらいの力で巻いてるのかっていうとですね、これ結構皆さん意外かもしれないんですけど、加圧トレーニングっていうぐらいなのにこのベルト自体は全然圧がかかりません。かかってない状態っていうのが本来の加圧トレーニングのやり方なんですね。ちょっと適切な状態で今巻いてみたんですけど、ちょっと近づきますね。このベルトに指1本スポスポ入るぐらい、もうかなり実はスカスカな状態、このベルトでは全然圧をかけていないですね。なので空気をかける前、圧を入れる前は全然何ともないです。ただ何でしょう、ブレスレットだとか、まあ、そういったのをなんかつけてるぐらいの感覚ですよね。全然これでは圧はかかってないです。特に手のひらの色も変わったりしてないですよね。この状態で先ほどもお伝えしたんですけど、中に入ってる風船に空気をふわっと入れて、でその風船って柔らかいじゃないですか。あの風船の柔らかい圧力でこうプニってこう圧をかけてるぐらいの感覚なんですね。なのでよく加圧トレーニングで血液の流れが止まってそうだとか怖いだとか、なんか痛そうとかね、言われるんですけど、実はそんなことはありません。どちらかというと皆さん初めてベルトを巻かせていただいて空気をスッと入れた時に、あ、こんなになんかふわっと包み込まれるぐらいなんですね、逆になんかちょっと心地いい感覚なんですねって言われる方が多いですね。なので加圧トレーニングやってみたいけどなんか怖いなっていう方ですね、ぜひ怖くないので一回体験してみられることをお勧めします。もちろんお近くの加圧トレーニングやってるジムとかがあればですね、そちらで体験していただいたり、もちろん福岡ミライクリニックの近辺の方ですとフレイル外来で加圧トレーニングの体験やっておりますので、そういったところで体験していただければなと思います。で、体験していただいてこれだけはちょっとチェックしていただきたいんですけど、このベルトをギュッて巻いてるところっていうのは加圧トレーニングの本来の効果をあまり出せてないと思いますので、ギュッて巻かれるところは、あ、ここはちょっとっていう感じで選んでいただくといいのかなと思います。もう本当にしっかりと加圧トレーニングの効果出せるジムっていうのはそんなに圧をギュギュにかけてないはずなので、まあ、しっかり優しい圧で巻いてくれるところ、もう本当に先ほども申しましたけど、こうふわっとですね、こう包み込まれるような心地いい感覚なんですよ、加圧ベルト巻かれる瞬間って。なのでそんな感覚
で巻いてくれるところがあればそこのジムはしっかりと、信用していいジムなんではないかなと思います。ということで今日はですね、加圧のベルトどのぐらいの力で巻いているのか、そして怖いのか痛いのかっていうことについて解説させていただきました。加圧トレーニングすごくいいトレーニングなのでぜひ一度は体験してみられてください。それではまた次回。